兵を申し入れた方が安泰でござる。おのれ、豊臣め。風魔はどこじゃ。豊臣秀吉、竹中半兵衛を暗殺するのじゃ。強大な軍事力を武器に乱世と乗り出した豊臣軍は、ついに小田原へと脅威の手を伸ばした。この進軍を恐れた北条氏政は、北条軍へと雇い入れた傭兵である風魔小太郎に、豊臣軍の頭脳である戦国切手の天才軍師竹中半兵衛と、豊臣軍を統治する覇王豊臣秀吉の暗殺を命じたのであった。よいか、この動き、誰にも知られてはならんぞ。行け行け。風魔天才軍師暗殺。忍びだ！忍びが二人いるぞ！半兵衛様、忍びが二匹殴り込んだ模様です。なんと、何の騒ぎかと思えば、そういうことか。全軍警戒せよ、二人を捕らえるんだ。誰の差し金かは個性上につくけどな。守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。
サルトビサスケ、手出しするなと言ったはずだ。知るか、貴様など赤の他人だ。しずれ世は情け。ついてくるな。何言ってんの、行き先も目的も同じだろ。まだ沈んではいないよ。ひるまずに戦うんだ。これは兵の見直しが必要かな。おかしいね、そんなはずはないのだけれど。島釣りにあげてやろう。別の手を講じようか。
鍛えてできるはずだ。お任せくだされ。消えてもらうとしよう。我らでは持ちこたえられません。忍び込んだのは二人と聞いていたが、となると君を送ったのは状況から考えて北条だね。北条は優秀な傭兵を雇っていると聞く。その忍びの名は、なるほど、確かに優秀だ。名のある傭兵を雇うとか、他にはあの五郎の考えそうなことだね。あんた何者だ。なぜ邪魔する。敵なのか。こうなったら君は忍びに向いていないようだね。そこの彼を見習うといい。まあ、俺たちの敵じゃないことは確かだな。悪いね、天才さん。三人相手でついたよ。随分とおしゃべりな忍びだね。その口は川に逃げ帰ってから叩きたい。来たな、まとめて相手をしよう。ところで、秀吉、すまない。噂通りの腕だな。あんたのことは知ってるよ。この世に存在しないというあの伝説の忍び、当たりだろ。バカな。お次は覇王暗殺か。お偉いさんが考えることはどこも一緒だね。あっと、ここで争う気はないぜ。俺様はあんたの邪魔をしない。あんたも俺様の邪魔をしない。誰かが豊臣を落とせば俺たち全員が幸せになれるってわけだ。やれやれ。
稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となった。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ、あんたの邪魔はしない。んじゃよろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。さてさて、伝説の技を拝見しますかね。私は貴様に信用できない。好きにやらせてもらう。私に構うな。赤者よ、何匹群れようと変わらぬ。眩しい。目が覚める。おう、我が軍の降壇を利用する。構うな、話しかけるんじゃない。スカノモの優勢の足を堪能するがよい。ナナ、ハンター。また虫かよ。
期待しておるか。存分に戦え。よい。自分が死んだことにも気づいてないね、ありゃ。ちょっと走り疲れてるけど負けはしねえ。たとえ寝ずに三匹とて全力で見つめよう。この私が目で追うのがやっとだと。ここ天王山に張り巡らされたるは雲の網。忍びの皆、その名を知っている。だが、本当にこの世にいるのか誰も知らない。お前の意地、俺に見せてみ。ご覧なれ。正式で図に乗ると、器を知れよ。この技をなぜ我が為に使わぬ。秀吉様の殿下の礎となろう。九曹二公、人の力とは底知れぬものよ。おっと、お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。
お前か。安兵衛を倒したという忍びを。覚悟のほどはできているであろうな。この秀吉を暗殺とは、世の大局も図れぬ小者どもが図に乗るな。来い。忍びが何をしようと、我を崩すことはできぬ。おお、もう始まったな。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。ん？何？おいおい、冗談。風魔が伝説と呼ばれる理由、それは風魔という存在を目撃した敵を例外なく抹殺したゆえであった。風魔は静かに、そして冷徹にサスケと春日の抹殺を敢行したのであった。サスケ、これはどういうことだ。知るかよ。来るぜ、構えろ。風魔、すべてを抹殺。この世に存在しない忍び、考えてみりゃ簡単なことだった。姿を見た敵は全部消すってことだ。来るぜ。あんたがその気ならそれでもいいさ。
帰り道にあっても文句は言うな。このところでやられるのか。分身の術格段。教えてやる。一つ俺様は見かけほど甘くはない。貴様が誰だろうと構うのだ。伝説という呼び名で私を殺せると思うな。二つ甘くないのはこの女も同じ。俺は北条の女、それともあんたの本質は。なぜ私たちと行動を共にしたいんだ。理由は何だ。殺す時は殺す。そういうの。安心しな。目が覚めたらもう終わってる。やってくれるよ。剣術雷神狂乱。さよなら。あんたはここで死ぬ。これで終わりだ。風の悪魔消し済みとなって消え失う。母さん、今回だけは助けられない。自分の命は自分でもいい。大した口の利きようだな。私を憎めるんだ。忍び込む。その時あんたもそうやって生きてきたんだ。なら分かってる。分かる。火の川振り払う。あの世で好きなこと選んだ。Oh.